はいどうも、発狂マシンガンのアシュです。今回はブルーロックコラボガチャ解説ということでやってまいりました。ところでね、今ブルーロックコラボでこちらのガチャ来てるんですけど、画像めちゃくちゃかっこよくない？これめちゃくちゃいいな。でまあ無料でもらえるんよね。これ無料で何回引けるかちょっとあんま分かってないんですけど、まあ、結構引けるんじゃないかな、ちゃんといろいろやってればって感じで、まあ、今回このガチャの、まあ、当たりランキングと、まあ、育成紹介やっていこうかなと。で、ブースターついてるよね。ハイライトにブースターついてるのは初めてなんじゃないかな。で、こちらのブースター、このブルーロックブースター所持の選手数により変動。3人以上で最大効果発揮ということで、3人入れればいいだけって考えると、普通にいいよね。3人以上入れたら、全員プラス3ということで。まあ、悪くないブースターなんじゃないかなって感じで、まあ普通にいいガチャになってるんじゃないかなと思います。でまあもうこの無料でもらえたこのインザーギと久保くんも合わせたら、まあ一人引ければもうすぐ最大効果発揮できるんじゃないかな。いやこれインザーギもかっこいいなこれ。まあこれもさっきと同じなんで、まあこの無料でもらえた二人と、ガチャ1人引いてその3人使えば一応最大効果発揮できるということで、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。ということで、よければ最初にチャンネル登録と高評価本当にお願いします。ということでやっていきましょう。はい、ということで1人目ケインから見ていきましょう。能力少し見づらいかもしれないですけど、そこは許してください。でまあ育成僕するならこんな感じかな。ドリブルに8、スピードに6、瞬発に8って感じかな。でケインはブースターシュートなんで、ボルコン決定がキックフィジカルが、まあ、最大プラス3でも見ていこうかな。ドリブル8上げすれば、まあ、ボルコン90乗るんか。で、ドリブル80乗ってきて。あ、で、パスも結構元から高くて、まあ、決定力多分90超えるよね。まあ、スピシュンがちょっときついけど、まあ、キック力もあってって感じで。まあ、普通に強そうやね。まあ、とりあえずドリブル8上げをおすすめしたいかな。まあ、結構特化されてるね。もうなんかバローって感じをね、特化された能力しております。逆にもっと特化さすっていうのも面白そうですね。はい、ということでお次キミッヒ見ていきましょう。能力こんな感じですね。まあドリブル気質に高くてパスめちゃくちゃ高い。まあ守備もできて、まあスピードがちょっと低いんか。まあ瞬発も80は超えますね。でまあキミッヒはブースターパスでグラパフラパカーブキック力上がりますね。まあそれ踏まえて見ていくと、もうパス別にそんな上げやんでもいい気もするけどね。まあ一応3上げしとけばどっちも90超えるんじゃないかな。まあその分他のとこに振った方が僕はいいんじゃないかなと思ってるけど、大体こんな感じするかな。まあキミッヒも普通に強いんじゃないかなと思います。はい、ということで次ブルーノフェルナンデス見ていきましょう。でブースターがファンタジスタといいですね。ボルコンドリブル決定力ボディコンが最大プラス3。これめちゃくちゃ強いんじゃない？それ踏まえて見ていくと、ドリブル気質に高くてパスもできて決定力もあって、まあ、スピシュンがもうちょい欲しいかなって感じなんで、スピード上げたいしね、どこ削るかよな。まあ、パス削ってもいいかな、最悪。まあ、ちょっとスピード80ぐらいまで持っていきたいけどね。って感じで、まあ、これぐらい上げたいかな。スピード8は上げたいかな。で、まあ、ドリブルもこれ85乗るってことよね。最大やったら。で、ボルコン90乗って。いや普通に強そうじゃない？やっぱプラス3でかいね。まあ、決定力も別にこんな上げやんでもいいんか。1上げしときは一応80は乗るから、まあ、その分瞬発とかに振っても面白いんじゃないかなって感じで、まあ、ブースター考慮して、まあ、育成するのがいいのかなと。いやプラス3マジででかいわ。ブルーノフェルナンデス結構いいんじゃないかなと思います。はい、ということで次ホイルンド見ていきましょう。ブースターがフィジカルということで、ジャンプフィジカルボディコンスタミナ上がりますね。まあ、ここちょっと残念っちゃ残念かな。上がる能力的には見ていくんですけど、まあスピシュン普通に高いよ。フィジカル2上げしとけば一応90乗るって感じで、まあスピードキック力もちゃんと90乗ってきて、まあドリブルもうちょい上げたいよね。ただ削るとこもないっちゃないっていう。まあドリブル8上げできたらめちゃくちゃいいのかな。いやでもこれでも強くない、まあ、ボディコンもこっから5上がるんで。で、フィジカルも90あって、スピシュンキック力90あって。普通に強ないホイルンドこれ。で、まあラインブレーカーで。まあスキルはこんな感じやけど。まあ、悪くないんじゃないかなと思います。はい、ということで次ミュラー見ていきましょう。ブースターがハードワーク。アグレッシブに瞬発フィジカルスタミナが上がるということで。前線の選手でハードワークって珍しいね。まあ見ていくと、まあ、瞬発は一応こっから5上がるから、まあ75、まあアグレッシブネス上がったり、フィジカルも上がるけど、そんな高くないっていうね。そんな高くないとこが上がってるから、どうなんやろっていうとこはあるけど、だいたいこんな感じで、あんま特化はできんのかな。はい、ということで次、ラッシュフォード見ていきましょう。ブースターアジリティということで、スピシュンボディコンスタミナ上がりますね。で、まあ見ていくと、まあスピシュンもめちゃくちゃ高くできるよね。ボディコンも80は乗るやろうし。
普通に強いね。瞬発7割ぐらいでもいいのかな、別に。まあ、スピード、キック力もめちゃくちゃ高くて。まあ、ドリブル、まあ、持ち上げたいかな。パスはまあ、別にいいとして。まあ、決定力も6上げして80乗したいかな。だいたいこんな感じになってくるのかな。ラッシュはこれ普通に良さそう。スキルもダブった持ってたり、ミドルワンシュートがあって、まあ、普通に使えるんじゃないかなと思います。初期でスピード90乗ってるんか。やばいな。ということで次、久保くん見ていきましょう。ブースターテクニックですね。ボールコントロール、ボールキープ、グラパということで。見ていくんですけど、久保くん結構強くなるな、これ。グラパは一応2上げしとけば80乗るやろ。で決定力は、まあ、4上げで80塗ってきて、まあ、ドリブルも最悪5上げしとけば、まあ、全部90超えるんで、まああと残り瞬発上げたり普通に強いよね。これ無料でかいな。でまあスキルはダブター、シューラ、コンカ、ワンパス、ルパ、アウトスピンと、まあ他の久保くん持ってなかったら全然当たりなんじゃないかなと思います。では次ガルナチョ見ていきましょう。ブースターがボールキャリー、ドリブル、ボールキープ、スピード、ボディコン。いやこれ強いな。見ていくんですけど、ボールキープここから5上がんのでかいな。全部85乗ってくるやろ、ドリブルは。パス、まあ、一旦置いといて、まあ、決定力8上げしたら80乗るって感じで、まあ、脚力は6上げで、まあ、キック力80乗るのと、まあ、スピードは結構高くなってきて、まあ、瞬発別に6上げで良さそうかな。うん。まあ、僕やったらこの育成かな。ドリブル8、決定力8、スピード6、瞬発6。まあ、こういう感じでしたら結構強いんじゃないか。まあスキルがちょっと少ないんか、そこだけが残念やな。はい、ところでラストシュポモティング見ていきましょう。ブースターエアリアル、決定力ヘディングジャンプフィジカルとって感じで見ていくんですけど、まあ、シュポモティングはもう逆にもう特化していいんじゃないか。もうドリブルとかもうスピシュも捨てちゃってみたいな。ここまで来たらもう瞬発まで捨ててさ、もうヘディング特化でいいんじゃないとか思ってるけどね。面白そうじゃない、それはそれで。まあ、決定力9上げしとけば90乗るし、あとはもうエアバトル全振りとかで面白そうやけどな、こういう感じで。まあ、ここに全部プラス5って考えたら面白くない、これクロスゲー担当にはなるけど。まあ、こういうのも面白いんじゃないかなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ、今回全員一応能力見ていったんですけど、ランキングどうやろうな。一番使えそうなやっぱキミッヒになるんかな。使われそうなキミッヒな気はするかな。で、まあ、あとはホイルンドも良かったかな。まあ、スキルがもうちょい欲しいけどね。で、あとブルーノ・フェルナンデスも良かったんじゃないかなと。やっぱファンタジスタが強い、これは。で、まあ、ガルナチョも、まあ、能力は結構良かったかな。で、まあ、あとはラッシュ。これいいですね。やっぱダブタールのもでかいし。って感じかな。まあ、ランキングにするとしたら、まあ、1位。まあ、キミッヒかな。今2位ラッシュ、3位ブルーノ・フェルナンデス、4位ホイルンド、5位ガルナチョになるかな、僕やったら。まあ、能力、スキル、使いそうな選手で考えると、まあ、こういうランキングかな。せっかくなんで最後ガチャ引いておきましょう。誰が当たるか予想してみてください。まあ、正直もう誰でもいいっちゃ誰でもいいねんけど、お、キミッヒや。一応1位にしたキミッヒ、当たりました。ありがとうございます。というわけで皆さんの当たった選手も良ければコメントに書いていってください。というご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントお願いします。